ファルコン。ファルコンそういえば見てないですね。ああそういえばそうですね、はい、こいつチーム強そうですけどね。普通にやっぱ足速いやつはオイパーに結構強いです。そうですね、足速いしバスト力あってっていうところですね、はいはい、可視化しながらシークを選択。さあステージは戦場どうなんですかね。先ほどからなんか5っつったら2個溜まってるイメージなんですけどね。やっぱ上 B とか使いやすいんじゃないですか、ね、はい、さあ行ってる間に5からの2個溜まる、これは確定。危ない、一気に溜まりそうだった。開始10秒で溜まるという展開が多々見られるな、このゲーム。ゲームエンドウッチがなかなか降りられない。さあ先ほどのシークゲットと違って、そうですね、不審の嵐ですね。はい、ゲームエンドウッチがもはやバーストパーセントだが、しっかり投げの後隙を勝ってきましたね。勝ってきましたね。さあ提供を外に出して、やはり分断が最も肝になってくるこのカード。回復読んで、回復じゃない、なんだっけ、吸収、おった。さあお互いいいパーセント。そうですね、バーストしたくないところ。ちょっとこれはパーセント的に厳しいですね。今食えねや上スマッシュで撃墜していって、駆け上がり下火でなんとか帰ってくる。まあこれカメムシシークはゲッチには死んでも近づきたくないでしょそれ。かといってシークとばっかり対マンしてると後ろの家から死んじゃう時があるんで、難しいところなんですが、クエの人は死んじゃうみたい。さあ外出して、あっ捕まえてしまって、一瞬で1ストなくなりました。一瞬ですね。なんとか着地、クーウェイクの恐怖から逃れて、おっと1つが取れなかったか。シークが1ストック撃墜されるが、さあこのルーペで貯める、2個溜まってストックを落としても痛くないと。おっと今のは今溜めれそうでしたけどね、溜まなかったですね。さあ阻止がうまいですね。浮かされてゲームエンドッチ降りれないが、さあこの復帰のししつこいぞ。一フレームに汗に行くが、前からうえー、これ確定。なんとか分断したいところ、溜めれる状況がなかなか作れない。さあ回避追われてなんとかアタック、上 B 出していくが、もっとよく見ている、よく見てましたね今。ストックはこれでイーブンになったが、しかしさあオイパーがたまらない。オイルがまだ、おこれはさあここでもう、これはこれはもうやばいですね。なんとかチョコゼロさんが帰ってきたい、帰ってきて逆に有利状況だが、外を出してどうする。さあ飛んで空前するが2段目当たらず、復帰阻止、あっとあーこれだつい本音が聞こえてきました、ね、つい今本音が出ちゃいましたね。このゲームつまんねえと。だってさっき勝った勝者側で同じチームで、はい、そうですね、もう多分3回か4回ぐらいやってるんでしょうね、このカード。さっきゼロさんがバーストしちゃって、それでおって思って自分の相方見たらなんかそこに追いぱぶっ放されて死んだみたいな、そんな感じでしたよね。なんとか持ち直してほしいところだが、よし
よし。もうどれを使っても、まあそうですね、正直何使っても変わらんだ。イケメンドウォッチがそこに立っている限り平和な世の中は訪れません。これが2戦目ですね、はい、ステージはどこを選ぶか。やはりこのキャラ選択の時点でもう困っちゃうんですよね、敵がトイパを持ってると狭い方がいいんですかね。まあ選ぶとしたらそうでしょうね。あとマッチ、先ほどレインゲートの戦と同じステージを選んでいく。ここで敗北すると決死域チームに落とされてしまうが、なんとか取っていきたいところ。トイパがなかなかたまらない。リンさんが爆発してます。そうですね、リンさん結構爆発してるんだけど吸えない。おっとおっと、底面どっちが非常にもう食らってますね。これ第2誘拐されるぞ。しっかり食えねえから食う前回避読んで当てていって、ギリギリファーストさあ回避上がりしっかり分かっていた。撃墜噛めさせないと、間髪入れずにシークを吹かしていく。これいい流れですね。いい流れ全然油断できないですね、はい、バケツたまらないで先に1足落とせるとそれは勝利の兆しです、はい、というところでたまってしまうが、まあ、と思うじゃないですか。投げてこのシークの投げから非常に当たりやすい、しかも使った後簡単に貯められる回転率の良さ。ジャックから当て投げ狙っていくが、しっかり回避で避けられて浮かされるが、シークの助けに来るぞ。ジャック最終弾まで出てしまって、チョコザラさんが一気に勝負をつけに行った。先ほどから自力がありますね、光ってますね。いやしかしながらこのゲームエンドッチのデスマッシュ飛ばし非常に強い、しかも無敵もついている。ハマってますよね、これはハマってますね、これはハマってます、ね、もはや二人とも捕まりたくないですね。太陽から降りられない。このステージやはり上にいると安全というところですね、はい、そういうことでしょうね。危ない、これはしっかり助けましたね、助けましたね。このあっと味方に当たりましたね。味方にも当たりましたね。ただ味方に当たっても味方のシークが非常にパーセント高かったんで、あまあどうでもいいやぐらいで、結局有利、ストックは5です。そうですね、シークがお互いの後の打ち合い、コンボ見せてしまって、溜まっていない平和な時間。着々と反撃取れず、笛で浮かせて横火、おっとこのバケツ、これ横反省消えないんですよね。一旦時間を待つ。今の横綱はちょっとあれでした、よろしくなかった。さあシークがバーストを拒否しつつ、ゼロサムもゲッチには近づけない、お互いに近づけない。これはさあゲッチが強気にダッシュしてますね。そうですね、ジャックで真相になってしまうか。なんとか復帰帰ってきたいが、ゲッチが強気にチョコさん強気に離れてます。降りられない。まだそれしかない。じゃあから当て投げ。D
DA の含み0サム捕まえて危ないよ、ほら安定のクルーを選択。ジャンプがないが、これは上クルーアウトでなんとか通して絶望的だが、なんとか逆転したい。着地が難しい、掴み通されてクルーの吹っ飛ばし、ほかほかが乗っており、強いですね。強いですね、はい、シークゲッチ、リン、ソングン、2本連取で決勝進出。悪魔のカード対さあ悪魔のカードになってしまいましたね。これは非常に見たかったですね、はい、見たかったっちゃ見たかった、見たかったですね。手羽表通り